バレンです。初登場です。写真集には出たけど、行くか。じゃあ行きますか。ドッグカフェって行ったことあります？普通の犬の入れるほらカフェって今あちこちにあるから。あ、行かれたりするんですか？うん。あ、そこ入るのか。うん、そうだよ。わー、かわいい。何？やだもん。何？いつもこうやって運ぶんだよ。は？かわいいなぁ。あ、一番精神年齢的に若いかもな。行くぞ。どっち行きましょう。シェルティ2頭買って、うん、トイプー行くと、うん、大きさの差にちょっとギャップ感じません？そうだね。でも前は15キロぐらいあったからすごいもうでかくて、はい、重くてって感じだったけど、大変、そんな大変じゃなくなるよね。じゃあ始まった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 ぞ始まったぞ。大きい毛玉がついてってるみたいな。本当に行くぞ。よく走るこのスター。うん、あれ何歳の時に飼い始めたんですか？1頭目1匹目は40ぐらいかな。なんで犬飼おうと思ったんですか？まあ、一軒家だったし、はい、子供たちがちっちゃかったから、はいはい、犬いた方が面白いじゃん。あ、動物との触れ合いっていうか、優しさもね、お世話して覚えるじゃない。なるほど、うん、それ家族の、そう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 、きっかけってことですね、ある種。うん、その時は1匹だけ飼ったんですか？最初は。そうだよ。で、途中から途中から2匹、そう、2匹目を、うん、あ、すいません、土佐犬です。ボンボンボンみたいな。え、2匹目はもう1匹欲しいなって感じで。そうそうそう、1匹目がバグジーっていう、まあマフィアから取ったんだけど名前は。うん、マフィア。バグジーシーゲルっていうラスベガスを作ったマフィアの名前で、2匹目もまた俺が横文字の名前つけようとしたら反対が多くて。ご家族からの。誕生日が8月8日だったんで、ハチーって。あ、もうそこはシンプルに。そうそうそう。その2匹からバレンまでは結構空いたんですか？そうだね、5年6年。やっぱりペットロスじゃないけど、やっぱりね、犬ってほら家族みたいなもんだからさ、こう、その死んじゃってね、別れる時に、うわ、もう犬飼うのあれだなって思うんだよ、みんな多分。あまりにも辛いですからね、別れが。そう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 、死んだってなるからね。それ多分ものすごくシェルティってほら割と中型犬ででかかったから、もう死んだって感じになるから、まあね、ショックは大きいよね。バグジーはお兄ちゃんで、ハチは9歳の時に飼ったから、お兄ちゃんが。でも下のハチが病気で3歳で亡くなっちゃったから、先に亡くなっちゃったんだよ。で、続けて亡くなった感じだったから。負けるよ、負けるって。なんか似てないでも。プードルです。ブードル、ドゥードル、ドゥードル。本物だ、本物。負けたな。本物だ、本物。本物。でっかおーおーおおお。あ、バレンのが全然可愛いな。
知らない、知らないよ。うん。前、ちょっとあんた足引かないか。俺のデブさ加減を見せてやる。俺の。もこもこ。俺のデブさ加減を。あ。ちょ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 。なに？あー、かわいい。ああ、すごい、ちゃんと膝の上くる。あらだだだ。前。あら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 、かわいい。ぐる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 こさみん。グルコサミンだ。あ、プロバイオビスケットグルコサミン。俺と一緒だから膝がやられてるから。やられないか。あ、待て、待て。はい、どうぞ。全然トシちゃんの顔見えなかったですけど。はい、どうぞ。アイスコーヒーは誰ですか？うん。はい。カフェラテのコート。ありがとう。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。ワンちゃんのお水を。あ、そうそう、水ね、喉乾いてるね。めちゃくちゃ。まだお座り。お座りでしょ。はい。喉乾いてたね。あ、でしょ。ミネラルウォーターしか飲まないから。嘘だから。ガンガン水道水飲んでるよな。まあまあ、そんなさなって分かんないですから。あら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 、いや、熱い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 、あんたこっちでしょ。はい、お座り。こんなにいっぱいあるよ、これ。ヘタッチ。おー、しと風船。待て待てよ。あれ、はい、どうぞ。おおおおお、前食い地すごくない？調子いいね。いや、ちょっとぬいぐるみみたいな。暑いよ。マネ、チューは。あー、かわいい。嫌な顔しないでくださいよ。もう俺の思想能力が映るぞ。職業アイドル。シュ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 。すごい食い意地。お前ほんと外に来るぞ、一歩分な。今までのトシちゃんの話は嘘だったかのようなお利口さんなんですけど。ん？お利口さん。いいね、これ家に帰ったらやばいね。バレン君、どんな存在ですか？トシちゃんにとって。可愛いよ。可愛いっていうか。癒し。いい子だよ。ただ、噛むからね。怖い顔見せてやろうか。ねえ、あれあれやんないよ。あー、すごい。あれ、わー、すごい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 。すごいでしょ。すごい。ポケさんもしない、まだ怒った。今のトシちゃんはあれね。あ、なんか分かったな、これ噛まれる側に問題がある気がしますね。あれ、トシちゃんに問題があるんでは。あげないよ、もう。ぐる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 こさみ。飼い主が悪いということで。田原トシチャンネル、よかったらチャンネル登録お願いします。